はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もボロンフォールダイナスティ続きからやっていきたいと思います。で、前回はあの2人ニコイチのボス倒しましたね。一応ね、片方倒して1回だけもう片方が復活させられるみたいなね、ボスでした。ちょっと当初勘違いして2体同時に倒さなきゃいけないのかと思ってたんですけど、そんなことはなく、無事に倒すことができました。で、今日やっていくのが、同じステージの後半戦になると思います。炎章のところまで行って炎章を倒すというのが、まあ今日の流れなのかなと思いますのでね、しっかり攻略していきたいと思います。じゃあとりあえず早速ね、こっちの方から見ていくかと。早速アイテムあるよ、調べる。あとは敵が、でちなみにちょっと武器変えました。はい、久しぶりにその、なんだ、矛、片手で持てる矛をね、持っております。いやでもあれ、お一人ですか。全然気が付かれちゃった、全然気が付かれちゃった。よし、オッケー。あ、でこの中入れんな、ネズミか。これ上から、ちょっとさ、あ、上から行けるやっぱり。いいね。こういうとこ大体行けるやん、上から。よし、オッケー。さて、もうさて。あれ、この民家さ、全部入れたりする？そしたら。入れる。でね、その屋根の上にさ、いるんだよね、一人、術師が。だから、術師。確かに完全に山賊だよね。確かにそれは感謝するところだと思いますよ。賊がいなくなったっていうふうにあればね。おい、届かない。よし、でここで倒れてるふりをしてるやつ、てめえのことだよ。あれ、もしかして横になって血を吸ってました。チューチュー血を吸ってらっしゃったかな、もしかして。いるわ。はい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 、よかったですね。最初行ったのが僕で、あっという間に命借り取れましたよ。欲しい、4つのやつが欲しいな。ネズミちゃんがおる。川へのはい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 、っと、で屋根の上に術師がいるから、まあ順番に、あれ、人かと思った。これさ、人が頭突っ込んでるように見えないですか、足2本生えてさ。あ、いや、危うく騙されるとこでした。あ、ちょっとみんな、みんなちょっと先を急ぎすぎだから。はいはいはい、おっと、やろ、やらない、よいしょ、オッケー。さてのさて、特に敵もいないか。おお、全部狩り尽くしてしまったみてえだな。意外といないね、敵が。あなたで最後かな、飛んでくる気配はなし。行くぞ。はいはいはい。マガマガしい気配を感じる。中には妖魔がワンサがいるんだ。なるほど。おいやー、なんだあれ。お、壊しちゃった。ああいうの見たらさ、やっぱぶち壊したかなっちまうよな。これも動かない。なんだろう。あれ、これ壊せない。うん。よし、これは壊せる。なんでこれ壊せないんだ。存在してないのか。怖い。
怖い。怪しげな。今にも動き出しそうや。こいつは動く。やはりだ。やはりだ。ただの平和用ではなさそうだ。知ってるんだよな。よいしょ。ふう。ただの平和用ではないのです。弾薬。アイテムいただきます。やったぜやったぜっつっても星2か。もっとしっかりしたやつ欲しいよね。でこれな、怪しい。あー、よっしゃ。正面のウニ、これ何なんだ。壊した方がいいのかな、壊さない方がいいやつ。そこすらわかんない。その仮面が手に入りました。でこの先に多分、あ、いるよね。倒して、お前生きてるか。死んでる。こいつをまずやる。その後術師をやる。はい。中に見つかった。おいおいおい、今さら魔法を使おうとしてて遅いぞ。戦術か。よし行くか、こちら側にな。よし、オッケー。でこの先にさらに行くと、ん、あれ、あの扉は、よくわからん。はい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 、はい、よいしょよいしょ。で危ね。おお、頼むわ。頼んだのに、頼んだのに、僕頼んだのに相手してくれって。これ壊せばいいんじゃないのかな。何なんだこれ。おうおう、ようこそ、ようこそいらっしゃいました。どう、よし。さて、頭がね、さすがにこれは動かないでしょ。動いてもおかしくはないんだけど。盗掘者の手紙、これだ。山中の墓穴、墓中、今日ようやく伝説の国古墳を見つけた。これだけの宝があれば一生暮らしていける。嬉しさとともに猛烈に腹が減った。俺は掘り出した宝箱にあった薬飲んだ。すると力が湧いてダメだろ、何やってんのよ。アホか。なんで飲んだし。ちょっと待って、何やってるこれ。あー、これはさっきのところだ。あー、はいはい、戻ってきたんだ。オッケーオッケーオッケー。となると、違うとか探索する前に、あ、いや、でもこっちの方やっちゃうか。お前、動くんか？動くやつ。そいつか。よし、来い。一人ずつ。ちょ、いやいや、気合入ってんだ、君ら。いや、まあいいけどさ。いいよ、いいよ。うん。はい、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 はい。よいしょ。はい、はい、うん、でもやっぱ木刀が結構効くな。木刀じゃねえ。もうやべえ、忍者になっちゃう。え、あいつどっから湧いてきた。よいしょ、壊しとくか。よいしょ。で、開くと、多分目の前に、はいはいはい、いますね。待機されてますね。さっきシカトしたやつ。ごめんね。待たせたね。よいしょ。
たまねえな。すまねえ、この借りは絶対返す。よし、返してもらおうか。だけど大丈夫。はい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 、よいしょ、 OK。 だけどまだ残りがいると。あ、ミノさんお亡くなりになられたかな。ちゃんとちゃんとお亡くなりになったかな。え、なんだこれ。あ、ショートカットか。はい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 、とりあえずこれ軍旗を立てて、よしよしよし、 OKOK、 とりあえず軍旗立てるだけでいいな。こっちは行ってなくない？何何？生まれた。出来たてほやほややで。あ、そういう仕組み？もしかして無限に生まれてくる感じなんかな、あれ。それはちょっとめんどくさいね。無限に生まれてくる感じだとめんどくさいわ。となるとだ、とりあえずやっぱりあの宝石みたいなやつをぶち壊しまくるしかないということやな。そこにもあるんだ。力できるかな。よし、オッケー、登って立てさせていただく。はい、おーし、あとはメインの旗が2つか。メイン軍旗が2つ立てば完璧。こっちはアイテムかな。ん？あー、アイテムとかじゃなくて、とりあえず、あの鉄のやつがいるな。あ、カソちゃんがいる。見て見て、かわいいネズミさんおるで。かわいいネズミさんおるで。かわいいネズミさんおるから。ネズミさんの背中から、ネズミさんの背中から、はい、よいしょ、 OK。 よし、なんか急に音楽がな急に音楽がなくなったわ、びっくりした。よし、でこれアイテム全回収かな。 OK、 すごい綺麗にできてんじゃないこれが下がるところで、あ、これでショートカットだ。よし、蹴り落として、よし、これで回収完了と。 OK、 よし、そしたらあの鉄のやつやれるか。で、鉄のやつは多分土属性だから、あ、でも木のやつつけてるからいいか。このまま行こう。で、この氷のね、つぶてがあんまり使えないんだよね。これでどうせ敵だろ、ほら。え、あ、金属だからか、金属だからだ多分。いやでも柔らかい、だが柔らかい。お前も動くんだろ。すごい。だけど、だけど、だけどね、それじゃ勝てない。だけど、それじゃ勝てない。残念でした。これ、開けさせてもろって、で、これ出たところに多分また、軍旗を立てるところがあるんじゃないかと思われるんだけど、どう？そうでもないね。あ、っていうか待って。あいつ見たことあるぞ。あいつ見たことある、知ってる。あいつ知ってる。よし、こっちやろう。お前、どっかの雷神だろ。どっかで出会った雷神だろ。知ってるぞ。いやー、でもこれ
よいしょ、おしまいかな。君雑魚的に出てくるなってしまったんか。と言っても1回しか会ったことないけど、いや普通にボスかと思ったわ。来し来し来し、あそこにいるんだ。これです、これです、これです。とりあえず壊す。よいしょ。よいしょ。消化。はい。はい。はい。よし。ん？これだけか。あ、いや、上行ける。じゃあこれ戻るところだ。上行けるところではなかった。この赤すぎてさ、もうよくわからんわ。戻っていいかな。お、ベレー上玉。ちょっとなんかアイテムにちゃんと見てなかったわ。これやっぱ生み出してるな。これも壊せるやつ違うな。あ、動くやつか。君動くやつか。動く石像やったね。そしたらこっちが出口かな。こっちが出口っぽいね。なると、とりあえず反対側か。あ、これが反対側じゃないと開かないやつね。ん？上位ちょっと適当に戦いすぎなんじゃないか。おい、よいしょ。あー、そういう毒系の使い手なのか君は。上いけないな。どうやって上行くんだろう。絶対、え、あれ、絶対もう一体ぐらいいると思ったけどいないね。ああ、やってるやってる。どうかな。あ、やった。さすが、さすがやな。降りてきちゃったな、あいつ。真っ赤で。あ、そういうことか。ここから登っていくのか。オッケーオッケー。やつがいたところがヒントになってたんだ。よし。なんだろう、この本当に赤いやつ。特にあの、壊したことによってさ、何かが、できましたみたいなのもないんだよね。はい、オッケー。ふう。これを開ける。え？あー、ここで、え、よかったよかった。ここで完結してたんだ。よーし、オッケー。で、開いて。あと一個旗があるんだね。ちょっと消費しちゃおう。で、レベルと、ステージのやつが難易度が合ってきたから、普通に土徳と木徳、また伸ばしていきます。よし。じゃあ、行くか。レベルもしっかり上げたし。あ、そういえばさっきアイテム何手に入れたんだっけ。ああ、危ねえ危ねえ危ねえ。使用回数。これ使わないとダメだよ。10超えるんか、そしたら。あ、10超えない。9が限界だ。じゃあ、いつの間にかもう限界数来てたわ。じゃあ、使わないで取っといた方がいいのかな。でもなんかあんのかな、とで。どうする？小石手に入れたら。ん？豪胆なる騎手。心配。3対1でやろうってんだから、だいぶ豪胆だよね。それは確かに豪胆だわ。来るぞ。どっから来る？え、来ない？あ、来た来た来た。お待たせしましたって感じだね。はい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 。毒食らっときなよ。はいはいはい。よいしょ。うわー、いいとこなかったね。いいところ全然なかった。龍兄は一体どこで何してるんだ。見渡す限り炎症軍だらけじゃねえか。ボスは炎症のもとに身を寄せざるを得なかったか。
とにかく会って話を聞かねば。そうやな、とりあえずだね。まあ敵あいるわ普通に。お前さ、お前ちゃんと仕事しろ、ちゃんと仕事しろ。目の前にさ、カウント張飛いるのに、何も見ませんでしたみたいなさ、それはないと思うぞ。もし僕が君の上司だったらこういうことするわ。もう君はいらないと思う。あ、彼も仕事サボってるな。君にもお仕置きだべ。よし、ダメだな、仕事してないやつ炎症群多すぎないか。仕事しないとダメだぞ。みんなご飯タダで食えるわけじゃないんだからな。オッケー、そっち側さすがに、さすがにいけないか。びっくりした、ちゃんと仕事してるやついたわ。君のおかげで炎症群はどうにかなってる。あのね、その3人でいじめるの見たことはあるっていうか、自分もやられる側だったから言えるけど、ひどいよ。あれはね、ひどい。誰も救われない。救われるのはマジで私だけ。おうおう、よく来た。ちなみに槍の方もね、ちょっと別のやつに変えてます。私前回ねちょっと手に入れたちょっとだけ強いやつがあるんで。槍っていうかこれ矛だな。うん、攻撃範囲がなんか全然違うわ。全然違った。そしてそこにいる、はい、やっと。何やっとるんだ。マジで今意味わからんかった。いる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 。よいしょ。そうそう、これをやりたかったのね。なんで今のやつ飛び越えちゃったというか、なんじゃろうな、なんじゃろうな。僕何やったんだろう。でそっち側もいけそうだね。で弓矢でしょ。どの使い手がいるから、打たせてから、え、嘘。オッケー。はいはいはい。どうの間にか。この辺に何かあるんじゃねえかと言ってたけど、何があるの？あ、これのこと？じゃなさそう。まあいいか、まあいいでしょう。ここ入れ、あ、これか、これだ。なんだ、あんま悪くないですけど。あー、彼か、なるほどね。油断してるとやられちゃうから、はい、出たらそう。玉よいしょ、よいしょ。どうよ、鮮やかなお手並み、あっぱれにござる。どうよ。そしてこれで、おお、アイテム取り逃しちゃうとこだったと。これでぶち立てればラストだから、ここボスだ。さて3対1どうなるか見てやろうじゃない。でレベルもちょっと上げておくと。よし、そしたら行くか。無様なものだな。いや、マジ囚われてる。いや、お主が頼みとする義兄弟はどこにいる。あのさ、天中山で会ったはずなんだけどな。お主の味方は
マジか。わかったろう。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる、兄弟を。兄貴来たぞ。あっ、まだ刺してないのか。てめえふざけたことしやがって。皆絆に縛られて滅ぶがいい。あらららららら。でも大丈夫、あの加工加工トンやった時と一緒だな。加工トンの時と一緒。大丈夫、絶対助けるから。青龍か、青龍のパワーアップイベントだねこれ。そうすると、なんということだ。かっけえ。いや強そう、強そうだな。金庫いけるな。はいはいはい。おお、いって。うう、となると、いや動きが、いや返せんか。多分一発目を返さないとどうしようもないやつだ。はいはい。ふう。ああなんだ。え、無機械でそういうことする。返せねえな。いや、お、ちょっとだけ動きが見えてきた気がするけど。いやいや、よいしょ。あー違うな。あ、危ない危ない。大丈夫大丈夫。2回か。確かに竜だな、竜。よし、いける。まず1回目、名前が劉備だけあって劉だわ。あー出ないか。ほい、その通りやな。大丈夫、まだ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 やるぞ。まだまだ起きてくるな。あ、起こそうとするとこれね、これやばい。これはやばかった。あれ、あれあれ、うわうわ。さあ行くぞ。いやー死んで、よいしょ。まだ来るか。はい、いや届かねえかい。大丈夫、落ち着け落ち着け。攻撃力、いや
もう回避だ。よいしょ、オッケー。柔らかいは柔らかいんだな。いや、ただしんどいけど、これで攻撃をさらに下げる。回復を入れて、よいしょよいしょ、毒玉、よいしょ、大丈夫。帰ろ、よいしょ。どうか獲物をお納めください。よし、毒玉、まあ、よし、 OK。 でも毒は効いてる、毒は効いてる。3人でやろう、3人でやろう。マジで舐めた戦いはできんぞ。はい、うわ、切っちゃったか。カウナに切っちゃったか。はいはい、ここだ、ここで行こう。はい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 、よいしょ。いや、マジや、行かれてんぞこれ。行けるか、行った、よし。休め、ゆっくりとな。いや、強かった。攻撃力半端ねえこれ。防御力は捨ててるけど、それ以外のステータスバケモンだ。よしよし、みんな助けよう。大丈夫大丈夫、いけるいける。兄者、しっかりしてくれ。ほらほら、光ってるじゃん。ほらほら、それ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 、いけるいける、助けられたんだから。志はあれど、力のなかった私は、生まれし時は違えども、死す時は同じ。運著、益徳とそうちぎり、ようやく世に出る機会を。ああ、苦労人やんね。奮闘むなしく私は多くを失い、命さえ落としかけた。なれど、失意の底でも最後まで失わなかったのは、仲間を信じる心。信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために、私は再び前へ進もう。まあ、炎症はね、しょうがないや、しょうがない、信じられないからね、疑う心があるから。だよな、そうだよね。そなたと兄弟の思いが、この身の容器を沈めてくれた。この恩、生涯忘れぬ。いや、尊敬だけでな、かわいそうだったね。じゃあ、花見なんかどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが、戦いはまだ終わっておらぬ。炎章は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。なるほどね、力でか。そういや、関東の空が変だったな。ありゃ炎章の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。
曹操殿のもとへ戻られよ。袁紹の野望を全力で打ち砕かねば。強い絆により、聖に新たな真珠の加護が追加されました。出た、孫策。ケン、これで狙いは定まった。奴の首を取りに関東城へ乗り込むぞ。孫兄弟とか。それがお主の出した答えか。お、浮津だ。ああ。マジか。ここで。てめえ。孫家の血を引く者は一人得られればよい。従わずば消すのみよ。孫権、わしと手を組むか、父や兄と同じ鉄を踏むか。さて、お主はどうする？もうちゃんと名前出てるわ、浮津で。あれ、目が青い。え、孫権ダメなのかも。おお、投石機だ。やべえ、劣勢も劣勢じゃん。袁紹やべえな。ここまでリチートだな。ヒルだ。ここで袁紹を討ち、戦を終わらせる。うわ、暑いなぁ。一人で行けっちゅうことやな、ここは。よし、というわけで終わりにしたいんだけど、とりあえず旗をね、ぶっ刺すところ。あらあらあら、誰かいる？誰かいる？誰かいますか？誰かいますか？あ、アイテムある。回収してこよう。はいはいはい。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回この続きから、袁紹を追い詰めていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけでここまで語り私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。